皆さんどうもご機嫌いかがでございましょうか。つづりでございます。エコーナイトシャープ2眠りの支配者ラストパート、続きをプレイしていきたいと思います。はい、前回からの続きですね。いろんなことをやり遂げて最終段階まで来ております。あと残った人々を昇天させていきたいと思います。どこの子ですね。これで全部、やっとみんな見つけた。あ、昇天しました。あ、何のことかと思いました。移動したいと思います。誰かいらっしゃいます。これは最初犠牲になった方では？もういない？そうか、もうあいつらはいないのか。助かった。ああよかった、無事に昇天なさいました。次のところへ行きましょう。ここで覚醒の瞳を使います。ここは、私は、なぜこんなところに。そうだわ、赤い髪の女の人が、私を、いけない。あの人は人を殺して、私のために。もう一つの魂。湖、時計台に閉じ込めたと。もうやめて、こんなのは嫌よ。早く、早くあの人を止めないと。もう最終回な感じですね。で、まだやり残したことがあるので。いらっしゃいました。お方に話しかけてます。ジェシカが。そう。これでアルバートも目を覚ますわ。お手なさいました。
北の鳩場へ移動したいと思います。できたの。いましたね。あとですね。お、なんか釣ってますね。おれ、見てみ。大物じゃぞ。すごい。霊体になっても魚が釣れるんですね。あの男の驚く顔が目に浮かぶわ。魚さんと一緒に装填されました。やっと着きました。いらっしゃいました。最後の一人です。話しかけたいと思います。長きクランシー家の歴史はここに終わりを告げた。私ももう行くとしよう。みんなが待っている。はい、昇天なさいました。いやー、長かった。で、これから、教会の方に行こうと思います。はい、礼拝堂までやってきました。集めたドラルピースが入っていきます。アイテムが、これは、2周目から使えるアイテム。今取って、これを装備してると、亡霊に当たっても無敵状態になるという、もう亡霊はいないから無意味なんですけども。そんなアイテムでーす。おっと、久しぶりだ。ですね。君のような人に出会うのはいつ以来だろう。遠い昔から私は様々な人に出会ってきた。謎です。その中で時折君のような人物が現れる。君たちは私から見ればとても変わっている。そう、実に面白いよ。獣なんですか。君には時間がないはずだ。一つだけいいことを教えよう。この後君は一つの大きな選択を迫られる。おそらく彼女はそうするはずだ。その選択が君の運命を決める。考える必要はない。ただ信じる道を選びたまえ。君と君の恋人のために。さて
君がどういう運命を選ぶのか楽しみにしているよ。また会おう。もう会いたくないですけどね。いやー、願わくば。指定の本。はい。では決戦の場へ向かいたいと思います。大時計台ですね。ほとんど忘れてますが、おっと、セーブポイントがございます。おそらく最後でしょう。まだ私を追うのか。君の努力は認めよう。だが、それが報われることはない。君の恋人もジェシカと同じ病だ。そう長くはないぞ。見えるだろう？赤く染まったあの月が。ついに時が来たんだ！ここからですね。私の邪魔をするな！わあ！なに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 ？どうだったかな？
なんか上に行った。彼は狂ってるわ。早くしないと私たち危ない。うわぁ、嘘。彼女は渡さない。邪魔をする気なら死んでもらうしかない。リチャード。あ、貴様、助けてくれた。なの、言ったはずよ。あなたの全てを犠牲にできるかと。あなたにはまだ残されたものがある。あなた自身の命。バカな。あなたは、姉さんと同じ。それで何かが救われるの？犠牲にしたふりをして、結局は自分のため。変えられない運命をねじ曲げようと。ああ、急展開ですね。あー、死んじゃった。さあ、最後覚えてるよ。これが必要なんでしょ？さあ、持っていきなさい。そしてあなたの大切な人を救いなさい。断固拒否です。他に道はないのよ。さあ。やっと。見つけた。出てきなさい。どうせまた見てるんでしょ。来ましたね。ロンフック、この人だったかな。私はかつて君に言ったはずだ。誰かが運命を受け継ぐまで君は決して死ぬことができないと。アルバートを殺した。そしてもし彼が石を受け取っていれば、彼も殺すつもりだった。なぜだね。君は死を望んでいたのではなかったのかね。私はただ知りたかっただけ。
自らの望むもののために誰もが何かを踏みしだいていくのか。でももういい。望むものは見つけた。こんなものもう何の意味もないわ。実に興味深い。君たちは実に面白いよ。さよならだ。本当に楽しかった。運命が君たちにふさわしい生徒、そして死を与えんことを。死、私の。
感想でございます。エコーナイトシャープ2眠りの支配者の実況はこれにて終了でございます。さて、前回の続編ということで内容がさらに重厚で謎解き要素もあり、今回は亡霊の怒りを鎮めるのに必死でございました。相変わらずじわじわくるホラーだなといった感じでありました。面白かったです。ものすごく楽しんでプレイすることができました。皆様はいかがでしたでしょうか。さて、こんな下り動画ではございましたが、ここまでお付き合いくださって心より感謝申し上げます。今年の実況はこれにて終了となります。また来年の実況でお会いいたしましょう。ブレスオブファイアはまた来年ということになります。それではこの辺で失礼いたします。